皆さん、お久しぶりです。早速ですが、これ持て余してませんか？っていうか、まだ売ってるんですかね？もし廃盤だったらごめんなさいね。前にこんな動画出してました。6本も買ってね、結局長さ出しすることなく使い物になれへん言うて文句言うてましたけど。これフォームジェルって書いてるでしょ？フォームだけに泡が立つんですよ。このノリジェルに非常に似てるんですけど、形状記憶なのに柔らかく未硬化がベタベタ残り、両者ともせめてノンワイプやったらなぁと、使い道がいっぱいあったのにと思ってました。で、作ったんですよ、今流行りのアート用ノンワイプトップを。このような、デザインが流行ってますよね。バカラネイルをはじめ、キルティングなどのぷっくりアートやミラーやオーロラパウダーもちゃんと密着する、うにょうにょニュアンスミラーももちろん、セリアアイシングジェルあるやんって突っ込んでる人おる？あれとはまたちゃうねん。あれはレベリングするでしょ？私は気に入ってよく購入してますが、デコボコした表面をつるんとさせる美しいフォルムを作るために重宝してますよ。このイチゴ可愛いでしょ？海外で流行り出してますよ。そしてこちらがバカラフレンチのつもりやってんけど、なんかマーメイドみたいね。まあどっちでもええけど、色的にも梅雨バージョンのバカラとか。ではそろそろ始めたいと思います。このようなカラー容器を用意いたしまして、100均のノンワイプトップと混ぜるだけやねんけどね、今回はダイソーのノンワイプとだいたい半々に混ぜてみました。ベストな割合を測るために、何回も試したんですよ。これで、だからもうあれへん、もうこれで最後、混ぜんと現物で筋形作って拭き取ってノンワイプをコートしてミラーしてみたりとかね。なんや、ハーフ&ハーフでよかったんや言うてね。100均でホイップ系のノンワイプってないじゃないですか。私よく使うんでね、これでどうにか作られへんかなって頑張りましたよ。よく混ぜてね、角が立つようにホイップだけに。半々言うても加減見ながらね、どちらかが多くてもあかんので、気温も関係するのか、前に作ったやつはもっとうまくいったんですけどね、今回は、保冷剤の上に置きながら作りました。見てください、これ未硬化もなくミラーも擦れましたよ。まあこんなんやってんの私だけなんやろうなと思います。別にね、あのようなアートをするには他にも手段はありますし、100均以外で買えるし、シーンでも買えるしね。これね、現物でミラーがつかないっていうのをやってます。ベッタベタに、未硬化が残ってますね。それで拭き取ってミラーをこすってみますよ。つかないんですよね、全くつきまへんわ。前にもね、前の動画でも、このようなね、実験をねしてますよ。余ってたデザインチップで試してるんですけど、周りだけねミラーがついてるでしょ。しんど、皆さん寝てない？大丈夫？さて、バカラ風ネイルをやっていきますよ。私ね、バカラネイル言うてもね、表面をちゃんとトップコートで覆ってる、デコボコしてないのが好きなんですよ。シルバーマグの上に私の一番大好きなトップグレードミラー、なんちゃらやつの、とにかくオーロラ一番です。見てください、これ角度によっていろんな色に光るんです。まさに7色なんですけど、この青く光ってるところは私はアンダーカラーと勝手に呼んでるんですが、皆さん何ておっしゃるの？オーロラフィルムとかにもありますよね。メインに光るところじゃなくて、光ってない時のこのベースの部分。だってわかります？私ね、ブルーのオーロラパウダー好きなんですけど、あれって黄ばむでしょ？あれが嫌でね、あまり使わないんですよ。実演してる画面の話に戻ります。作ったジェルをチップに乗せて、なんとドットペンで線を引いてますよ。この時ね、気温のせいなのか、ジェルの状態があまり良くなくてね、やり直したんですよ。違いわかります？手前がやり直したやつで、これがちょっと失敗かな。筋が太いよね。ほんでこのままでも十分綺麗なんやけど、もっと複雑に光らせ、筋を消さずにトップをかけたいので、
今日初めて使うオーロラ8番です。ええ色やなと思って見たら、グリーンとブルーをただ混ぜただけの単純なもんでした。筋の溝の中にこのオーロラパウダーが入らないように下を向けて塗ってますよ。やっぱりね、ちょっと黄ばみが出てしまいましたね。グリーンのオーロラ、のアンダーがピンクなんですよ。なんで両方見えるね。うるさいやろ。私ね、マグネットとオーロラにはめちゃくちゃうるさいんですよ。これブルーのオーロラに合うベースはね、べっ甲です。夏にも楽しめるべっ甲ネイル、名付けてべっ甲クリスタル、ぜひ試してみてくださいね。ベージュやブラウンベースにも黄ばみはカバーできますが、やっぱこれが一番綺麗な。ほんでこれ季節の梅雨カラーやなと思ってパープルを選んだんですけど、ちょっと地味やなと思って作り直しました。この時ね、本当にジェルの状態が悪くて、下向けてもね、全くこぼれないんですけど、ちょっとだらけてましたね。もうええか、これええか。もうあのね、こっから4倍速にしますよ。これさっきドットで書いた文を、この固めの花びら、小さな花びらを描くような硬い、ブラシでこのように模様をつけました。どうですか？これはキャンドゥの、ギャラクシーマグのパープルですね。で、これが、これ、地味やね。さて、続きまして、こちらのアートをしていきたいと思いますが、これはね、どうやってやったのか、あんまり覚えてないんですよ。で、違うものをね、ちょっとやってみたいと思います。いっぱい試作したので、作ったジェルももう残りわずかです。マットコートした上に、コームブラシで、シャッシャと、線を引いております。ほんで硬化させてリムーバーでちょっと拭き取ってからこちらのパウダーをこすってますよ。ほんでこの上にもっぺんマットコードして、次はちょっとずらしてまた模様を描いて、次はオレンジのパウダーを使ってみましたよ。チップに前にピンクを使ったのでちょっと混ざってしまいましたが、まあニュアンスなんでね、まあ何でもありですね。ポップコートをかけると綺麗な仕上がりになりました。この右のやつ、このショートで出したね、これの時にこのバブルネイルの部分にほんまこちらをねはめ込もうと思ってたんですよ。まあどっちでもよかったね。この水面マグも今度初めてやって、自分のね左手にもネイルにもやってるんで、またねまた爪の形が違うとまたやり方も変わってくるんで、またこれ次回やります。水面ちゃうか、水面か。続きまして、フレンチ、急カーブフレンチがね好きなんで難しいでしょ。てんてんてんってつけていってスーッとなぞったら割と簡単に、かけますよ。でマグフレンチにしてからコームブラシでまた筋をねつけます。このコームブラシ100均で買うてんけど腰がないんですよ。まあグラデにすんのにはねすごくいいねんけど、足りない分はねライナーで筋を、またなぞってますよ。このネイルもねインスタでチラッと見かけたものを参考にさせてもらいましたよ。バカラフレンチだと思って、でもマーメイドやってバカラフレンチってないなと思って、やりました。どなたのを参考にしたのかはもう言いませんよ。なぜならクオリティも全然違うし、まあ、偉い先生やろうしね、まあ、偉いかどうか知らんけど、私なんかに、まあ、名前とか出されてね、嫌な人もおるやろうしね。私も、こいつにだけは真似されたないっていうやついてますよ。私がネイル YouTube をするにあたって、心がけてることがあります。他人のアイデア、デザインを、あたかも自分が考えたかのようには、絶対しないっていうこと。誰がどこで見てるかわからんしね。よう恥ずかしないなぁと思いますわ。それで再生数を稼ぎ、登録者を増やし、ガチの10万人やったら銀の盾ももらえるでしょうけどね。ちょっとね、トップコートをね、二度塗りしたんでね、筋がね、ちょっと消えてしまいました。やむを得ず、上からまた足しました。この白いヒトデちゃんは作りましたよ。可愛いでしょ？それからね、まだあるんですよ。チャンネル登録数、その他の数はお金で細工しない。絶対に。もちろんセルフでも水増ししない。このねイチゴも海外のね方がねやってたのをね
真似しましたよ。今はね、もうやってる人がね、だんだん増えてきました。まあだからね、いろんな方のね、参考にしてます。ピンクのね、いちごも作ってはる人がおったんで、かわいいと思ってやりましたよ。慣れないことをしているので、非常におぼつかない手つきで頑張っております。私はあまり筆さばきを見せないでしょ。それは下手くそやからです。まあ下手くそでもね、美意識、美的センスはね、まあ、他者よりはあると思いますよ。自分のネイルを、自分で考えたネイルをね、激カワとか、よう言わんもんだって、恥ずかしくて。それは、見ていただいた方に評価していただくことで、自分で言うことではないと思ってます。このイチゴは、誰が作っても、綺麗にできると思いますよ。私も、初めて作った割には、まあまあじゃないでしょうか。でも、難しかったですよ。何個も練習して、捨てましたから。もうね、ジェルもね、なくなってきたんで、右のピンクは、違うジェルで作りました。なんか、つるんとしてるでしょ？種の方にもジェルが流れていきました。今回作ったアートノンワイプは、ノンワイプ言うてる割には何回も拭き取ってたけどね。中華私のこの腐れライトが硬化しにくいというか、ハンディライトを使うとね、しっかり乾いてくれましたよ。どうでしたか？今回もクソ長くなってしまいました。すんません。明日セリア行くんでね、フォームジェルっていうやつ、あるか見てきます。ないかもしれんけど。大きさしょぼいし。あの量でロング10本長さ私は無理やと思ったから6本も買うたんですよ。1個では絶対無理やんな。またぼやいてしまいました。すんません。まあこの辺でええ加減にしときます。ほな、さいなら。